さあさあ、梅ちゃんの紙芝居、今日のお話は何でも解決、愉快に解決、解決こも丸のお話の始まり始まり。さあ、今日も京都で解決こも丸、悪い奴はいないか、悪い奴はいないか、どんぶり UFO に乗って、どんぶらこ、どんぶらこ、富士山の元を飛び立った。さあ、江戸の町に着くと、底辺だ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 、と瓦版売りの声。瓦版売りというのはね、昔々の新聞屋さんのことであります。お城のお姫様がさらわれちまった。お城のお姫様がさらわれちまった。解決こも丸も。大変だ。そいつは大変だ。相棒の、おー、ワン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 。スネゾーと一緒に姫様を探しに出かけました。姫様、姫様。一体姫様はどこへ行ってしまったのでしょうか。どうやらこの暗い洞窟に秘密が隠されているようでございます。助けて、助けて、うまいといると酒がうまいわ。なんとなんと姫様は恐ろしい妖怪に誘拐されてしまったのでありました。危うし姫様で、姫様大丈夫かな。さあ、一方解決こも丸とスネゾーはテケ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 歩いて、何やらね、山奥のお寺に迷い込んでしまったようでございます。もーし、もーし、和尚様、姫様の居所をご存知ありませんか。なんと姫とのしっとるといえばしっとるんだがの、どうじゃろう、わしとの禅問答クイズに答えたら姫様の居所を教えてあげることにしよう。クイズ、わかりました。さて問題じゃ、ちょっと日本語でございますね。さあ、カタカナでリンと書いてある、これは一体なーに。さあ、こっからが問題でございます。ちょっと梅ちゃんがね作りますからね。さあ、これが一体何なのかを考えていただきましょう。ティリリッティリリリスとコトン、ここが顔です。ドゥン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 、どうやら何かある部分が長いようでございます。ダララタタララスッとコトン、ティリリッティリリリ、お、なんか前方が見えてきた、見えてきた、ティリリッティリリリスッとコトン。さあ、どうでしょうか。バンバラッパッパーン、はい、こちらどうでしょうか。どうやらね、首の長い動物さんのようでございます。首の長い動物さん、あ、わかった人、はい、そこのあなた。さあ、どうでしょうか。答えは、はい、その通り、キリン。正解者に拍手、プレゼント for you。 さあ、和尚様が言いました。お客さんに答えを聞くとはの、お主もやるの。わかった。山の向こうの向こうへ行くとよい。きっと姫様に出会えるであろう。お嬢様、ありがとうございます。テケ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 、解決こも丸とスネゾーが山道を歩いていると、なんと。笑ってんじゃありませんよ。泣いている一人の女の子。解決こも丸は思いました。姫様、姫様、うーわわん。くるりと振り返ったその姿を見てびっくり仰天。
姫様は絶対に渡せぬわ。目が白黒白黒白。なんとなんと、姫様を誘拐したタコタコ怪人だったのであります。姫様は絶対に渡さぬわ。あかんべー。危うし、こもまる。さあ、どっからでもかかってこい。シャキーン。解決、こもまるとタコタコ怪人の戦いの始まりでございます。切っては投げ、切っては投げ。うわー、解決、こもまる、いい調子。シャッシャッシャー。ところがところが、タコタコ怪人も負けてはいない。大きく大きく大きくなって、解決、こもまるを締め付けた。うわー、助けて、助けてくれ。うわー、タコタコ怪人、タコタコ怪人がさ、あなたのもとへ、タタタ。さあみんなで、解決、こもまるに応援のビームを送ってくれ。負けはせんぞ。ビームなど何のこれしき、とうとうとう。うわっと、う、あ、みんなの力が、みんなの力が、わしの足を、うわー、何をするんだ、引っ張ってくー。ドワーン。うわー、ぺったんこー。さあ、タコタコ怪人は見事やっつけられたのでありました。みんな、みんなのパワーをありがとう。あら、ところでところで、姫様は一体どこへ行ってしまった。あら、姫様、でもこの近くにいるはずだ。みんなで呼んでみよう。姫様、姫様。すると山の向こうの向こうから、助けて、ここよ、私ここです、姫様、ドエース。あら、あなたは一体誰かしら。私ですか。私は解決、こもまる。あなたを救いにやってきた。さあ、するとどうでしょうか。解決、こもまると姫様は、その後も末永く幸せに暮らしましたというお話でした。飛び出す紙芝居、お相手は梅ちゃんでした。またね。